こんにちは、携帯理研でご活躍の皆様。実はですね、正規代理店になるためには、この国のですかね、国の資格を取らなければならないんですよ。で、その資格の取り方は非常に簡単なんで、それを説明します。味噌はですね、最初のスターターキットに入っている、このクリアファイルの中にある、スターターキット送付案内というね、表紙のものなんですけども、そこにはこういうのが書いてます。届出制度について重要なお知らせとあって、で、届出用の専用用紙があって、届出先一覧があります。まずですね、こちらの届出用のフォーマット、これは非常に簡単です。住所とか名前とか電話番号やメールアドレスを書いて、ここに記入例がありますんで。で、それで OK です。で、私は店舗というか会社がありますんで、会社での店頭販売ということでね、やるんで、ここで丸をつけますけども、ほとんどの方はつけなくていいんじゃないかなと思います。で、これが必要なもの一つ目。で、次に必要なもの、あと二つあるんですよ。もう一つはね、住民票の原本です。これは発行から3ヶ月以内のものなんで、300円で市役所か、出先機関の方にね、取りに行けばいいかなと思いますんで、ちょっと行ってきますね。住民票。それから、返信用の封筒ですね。返信用の封筒に、94円の切手を貼り付けて同封しておくというこの3点セットで、この届け出ができるようになります。で、届け出を出すと何らかの返信があって届け出番号っていうのが付与されますんで、その届け出番号を、このねスターサービスのホームページの届け出番号を設定ってところに入力すれば OK ということですね。そんな感じですんで、私もねこれからやってみようかと思います。それでは一旦失礼します。こんにちは、速稼塾の久保です。このね、レターパックライトに宛先を書きましたよ。届出先がですね、私は管轄が広島なんで、中国総合通信局になります。こちらの方、電話番号082-222-3377の住所を書いて、自分の住所を書いて、で、返送用のね、封筒をこうやって切手を貼ったものを入れます。そして、住民票を持ってきたんで、住民票をね、これ入れますね。ここへね、入れます。で、もう一通が、例の、あれですね、スターターキットの中に付属されていた、これですね。これをここ記入して、入れます。そんな感じで完成になります。はい、完成して封しましたんで、あとはこれをね、出すだけですね。皆さんも、こうやってやってください。